それは遥か遠いところのお話。母なる太陽と3つの惑星を持つグラール太陽系。そこに住むヒューマンと彼らから生まれたキャスト、ニューマン、ビースト。4つの種族は500年にもわたる戦争後、互いに共存する道を選んだ。平和が訪れて100年、誰も知らないところで滅びの足音は近づいていた。のオーベルダルガン総裁は、太陽系同盟会議の席上、同盟軍のエンドラム機関が A フォトン研究者及び関係者を拉致していた事実を公表しました。エンドラム機関は今まで超法規的活動が問題視されており、発表を受けて同盟軍は調査委員会を設置して事件の全容解明に乗り出しました。委員会はエンドラム機関の代表エンドラム・ハーネス氏を解任。エンドラム機関は事実上解体されることになりました。しかし、行方不明者の捜索は今なお続いています。続いてのニュースです。太陽の黒点活動が活発化しています。こちらが6時間前の太陽の映像です。ご覧の通り、黒点領域は急速に拡大しています。この太陽の活動とパルムに突如出現した塔との関連について、ガーディアンズでは引き続き調査を進めています。今日のグラールチャンネル5ヘッドラインニュースはここまで。ニュースキャスターは春でした。バイバイ。皆さん、ナンバー178の回収は無事終了しました。ラボで修理して再生させる予定です。処分しなくてよかったな。ありがとうございました。意外だな。ルーに感謝されるなんて。まあ、悪い気はしないけどな。感謝など無駄な処理だとは思いましたが、あなた方の認識レベルに合わせてみました。ああ？あのなあ、てめえの言葉には心がこもってねえんだよ。仕方ありません。私に心はありませんから。こんな野郎、粉々にして処分所へ送ってやんだ。あんたも少しは言葉に気をつけてくれ。俺たちはチームなんだ。気持ちが通じ合わないと、いい仕事はできないんだよ。了解しました。今後気をつけます。ネブ先生、ルーの回収ご苦労じゃったな。回収したデータのおかげで元部の封印装置のありかが分かった。
次の任務じゃが、トニオとレオは元部の封印装置の防衛に出かけてくれ。はい。はい。俺は？ウェーバー君には別の任務がある。総裁が直々に話をしたいそうじゃ。ガーディアンズコロニーへ戻ってきてほしい。はい。それじゃ、頼んだぞ。話ってなんだろう。きっとお前にしかできないことがあるんだろう。こっちは二人で十分だ。行ってこい。ああ。お待ちしていました。あ、ルー。はじめまして。私はナンバー24のルーです。総裁がお待ちかねです。はい。なんか調子狂うな。よく来てくれたな、ウェーバー君。君に来てもらったのは他でもない。君にしかできない仕事だ。俺にしかできない仕事？パルム元部の封印装置は見つかったが、まだニューデイズでは見つかっていない。あらゆる手を尽くして探しているのだが、未だにわからないのだ。エンドラム機関を調べてみては？それも調査中だが、マガシが死んでしまって手がかりを探すのが難しい状況だ。そうですか。そこで原子の力を借りたいのだ。え？カレン、いや、ミコに減少してもらうようルツ精霊市長に申し入れたが断られてしまった。減少はミコの生命を危険にさらすからという理由でな。それで俺を。君なら個人的にミコに頼めるのではないかと考えたんだ。無理です。今の彼女はもう昔のカレンじゃない。減少のミコなんです。もう会ってはくれませんよ。ウェーバー君、我々にはもう時間がないのだよ。封印できないままゴーの時が過ぎてしまえば、グラールはシードに滅ぼされるほかないんだ。ゴーの時？ああ、それについては後でルーが説明してくれるだろう。頼む、ニューデイズへ向かってくれ。わかりました、やってみます。
お久しぶりです。その節はお世話になりました。それでご用件は？巫女様に減酒をしていただきたいのです。やはりそのことですか。総裁にはお断りしたはずです。どなたがお越しになられても答えは変わりませんよ。そこをなんとかお願いします。この時勢にあって我が教団も厳しい状況は同じ。巫女様を危険な目に遭わせるわけにはいきません。巫女様は滅びの時をみんなで救おうと。ニューデイズだけでも手がいっぱいなのです。このままじゃニューデイズだけじゃない、グラール全体が滅亡してしまうかもしれないんですよ。原始によって活路を見出せるというのならやるべきです。それがこの太陽系を救うことになるのでしたら協力しましょう。多くの人々の命が救えるのならば私は死んでも構わないと思っています。巫女様、わかりました。巫女様のおっしゃる通り、我々もグラールの民ですから。ありがとうございます。では少しでも正確な原子ができるようにグラールの聖地へ。